ジョージ・ワシントンが敵の剣よりも恐ろしいといったウイルス、ろ過器を素通りしてしまうので、その存在が19世紀末まで疑われていたウイルス、このウイルスについて説明します。ちなみに、ウイルスの語源は毒です。ウイルスは核酸がタンパク質に包まれたものです。生物選択肢のために少し詳しく言うと、DNA または RNA をゲノムとして持ち、ゲノムの周囲をタンパク質の殻で覆われた感染する粒子、これがウイルスです。核酸とは、 ヌクレオチドという物質が長く繋がったものです。地球上には核酸として DNA と RNA の2種類があります。タンパク質はアミノ酸が長く繋がったものです。ウイルスによってはエンベロープ。これは手紙を言える封筒という意味ですが、エンベロープという脂質二重層。で、さらにね、それが包まれているものもあります。 ウイルスの大きさは様々ですが、およそ100メートルくらいの大きさのウイルスが多いです。これは0.0001ミ、mm、リメートルです。理科室の光学顕微鏡では基本的に見ることはできないくらい小さい大きさです。ろ過器すら素通りすることから発見が遅れたんですよね。ウイルスは生物とは呼べません。細胞でできていないからです。すべての生物は細胞膜で包まれた細胞という構造体でできていますが、ウイルスは細胞でできていないので生物とは呼べません。 さらにウイルスが生物と呼べない理由があります。遺伝子の本体に日本差 DNA 以外を使うものがいるのです。我々生物の DNA には遺伝情報が書かれていますが、その DNA はすべて日本差 DNA です。ウイルスには日本差 DNA のほか、一本差 DNA、日本差 RNA、一本差 RNA など、多様な拡散を遺伝子の本体として使っているものがあるのです。例えるなら、我々生物は遺伝子、つまり体を作る情報を紙に書いて保存している、 けれども、ウイルスは段ボールとかコンクリートとか、いろんなものに書いて保存しているようなものです。ちなみにコロナウイルスは一本差 RNA ウイルスです。生物選択肢の方々に向けて少し詳しく言うと、一本差 RNA ウイルスにも、その RNA がメッセンジャー RNA になるもの、メッセンジャー RNA の異型になるもの、DNA の異型になるものなど、いろんなウイルスがいます。ウイルスは他の細胞に感染、寄生して増殖します。感染の方法は様々で、分かっていないこともまだまだあります。 単独で増殖することができないことも、ウイルスを生物と呼べない理由の一つです。ウイルスに感染した宿主細胞は、ATP やヌクレオチド、アミノ酸など、様々な物質をウイルスを作るために提供してしまうことになります。生物選択者の方々に向けて少し詳しく言うと、ウイルスの殻となっているタンパク質やエンベロープの表面には、糖とタンパク質、糖タンパク質でできた鎖があり、その鎖が宿主細胞の持つ受容体に結合することで、感染のきっかけになることが知られています。 細胞へのウイルスの取り込まれ方も様々です。拡散のみが注入されたり、エンドサイトウ質によって取り込まれたりします。エンベロープは脂質二重層でできてますが、その脂質二重層が宿主細胞の細胞膜に融合することも多いです。細胞膜も脂質二重層でできてます。繰り返しますが、ウイルスは生物ではありません。細胞がないと増殖できないことから、おそらく細胞の誕生以後に生じたと考えられていますが、その起源は不明です。 ありとあらゆる細胞に感染するウイルスが知られています。もしかしたらウイルスは細胞から飛び出た拡散が起源ではないかとも言われています。ウイルスは生物の系統中には入りません。生物ではないからです。ちなみに、細菌と菌。これもちょっとウイルスとごちゃごちゃに考えてしまう方が多いですよね。菌類っていうのは我々動物ととても近い深刻生物です。細菌っていうのは我々とはかなり遠い幻覚生物です。 新核生物っていうのは、日本砂 DNA を角膜で包んでいる新核細胞でできた生物。原核生物っていうのは、日本砂 DNA を角膜で包んでいない原核細胞でできた生物です。今から100年以上昔、まだウイルスの存在が知られていなかった時代、病原体による発熱や痙攣を魔法とか呪いと区別できなかった時代、さまざまなおぞましい偏見による差別が行われていました。そのような暗黒の時代を繰り返してはならないと、個人的に思います。このような状況で、 学習を続ける皆さんを尊敬します。新しいことを学ぶときは、大学や国立の機関、教科書など、信頼できる情報源を偏見なしになるべく多く参照して、自身の知性と理性を発揮して、情報を慎重に整理することが大切だと思います。くれぐれも心身の健康に気をつけて頑張ってください。遠くからですが応援しています。ご清聴ありがとうございました。